こんなローテンションで始まることのないテレビ、ウーアチャンネルでございます。前回ブレーキ編は攻略しましたよね。そうですね、5連コース行きましたよっていう動画で、無理やりブレーキのところだけオチが見つからないからカルーセルチェンジャーの攻略に切り替えますということで、なんか大見えを切って、番組終了したんですけども、まあここですよ。今ね充電満タンに走らせてみたんですよ、前回の動画で、はい、やっぱ最後のねモーター死んでたんじゃないか疑惑がちょっと浮上しまして、これブレーキで攻略したローラーで攻略したわけでもなく、モーターが死んでたんじゃないかってなってるんですよ。異常に遅いんで、なんかなんでこれちょっと一回モーターを新品にしてみて、あどうなるんですかっていうところをちょっとやってみようかなと思います。なるほど。あとこれスラスト、今レーンチェンジ入るようにスラスト入れてあるんですよ、こっち側、はい、これがいるかどうかだよね。そもそもですね。そう、これによって前がこう押さえつけられて前が軸になって回りやすくなったりする可能性ってあるんかな。一体まずモーターを新しくし、新しくして 1P ドラゴンのチェックをして、その後にでちょっとスラスト抜いてみようか、一個ずつやるか。そうです。 何探してるんですか。モーターです。モーター、えハイパー、めちゃめちゃあるあるよ、あっちにも入ってる。2021年から買い続けてるんですか私は。さすがミニオンユーチューバー。これ今が新品に入れ替えます、はい、これどこで買ったんだ。特価422円、税込み、はい、安いです。これ多分ね大阪かなんかに行った時にわーって買ったんだ、安ってなって買ってなってます。普通なんかね最近税込みにすると500円ぐらいするんですよ。でそれが確か大阪のお店だったら400円ぐらいで売ってたんです。何言われたらさ、だって100円違うだけで100個買ったら1万円違うんだ。確かに。でしょ。全然違う。そう、そしたらそう未来のこと考えて買っちゃうけど、貧乏中年忙しくなってその未来が来なかった。その未来がねなかなか来なかったから。でも今来ました、はい、これも2021かな、2021年のモータさん。これももう本当に何もしてないやつだから、鳴らしもしてないです。もうそのまんまだからね、ここら辺の細かいそのメンテナンスとかもちょっとやりたいですね。じゃあモーター新品にしました、はい、これちょっと走らせましょう、はい、じゃあ本日1度目、まあ走らせた回数はもう4回目ぐらいになるんですけど、モーターを変えてまず乾燥するかどうかチェックしていきましょう。レディーゴー。あ、でもそう変わる、え、飛距離が違ったね今。おお、あ、なんか速くなってるね。あ、いいんじゃない、これいいんじゃないですか、これどうですか。おら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 、ジャストジャスト。ここはおいしょおいしょ、もう一周行こう、もう一周行きましょう。いやなんかでもジャストだな、すごいジャスト。いつかでもコースアウトしそう、いつかいつかコースアウトするセッティングだと思う。はい、あそうだ、おい、ですね、一回止まったけれども、いや一回止まったけども大丈夫なんだけど、前回の動画と今回の動画でこれ攻略してるなっていうカルーセルの受け方は一回もしてない、全部運で入ってる。さっきのそう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 、あれも一回こっち側に弾かれて、多分あっちの動画で見てみないと分かんないけど、俺の目視では一回こうなってる。あ パピコーンって、はい、ちょっと攻略しよう、はい、あこれブレーキじゃなくてローラーだったっすね。すごいっすね。いやこれはもうかっこいいっすね。いや自分で言っちゃってますけど、でもかっこいいっす。これでもねコメント欄とかでかっこよく見えると。お前のローラーが悪いだけだろっつって。でも早かったっすね、ユニクロが。あでもまだまだ
速度が速いわけじゃないんですよ。ゆっくり走ってるからなんとなくこう乾燥してるって感じなんですよね。で理由としてなぜ乾燥してるのかもまだ分かってないし、なぜコースアウトをするのかも分かってない。だけど一つ言えることが、前回の動画の走りだとカルーセルのところで横に弾かれる動きをしてたんです。こうやって、はい、遅い速度で、はい、で今回も横に弾かれる動きをしてたじゃん。でこれはもう変わらないと。早かろうが遅かろうがカルーセル登り切った時にこっちに弾かれるんだと。だけど速度が上がった時にその挙動変わったくない。確かに。そのパーンって弾かれるだけだったのが、今度こうバコーンって持ってかれて一回こうなってこの角度のままちょうどいいとこ行ってスコーンって入っただけね、はい、こう前から行くとパーンってなって、これがすごいちょうどいい角度飛んでいってゴールここにシューって入っていっただけね、はい、やば、うん、そう、それをセッティングだとは言わないじゃん。確かに。これ YouTube でさ、これがセッティングだっつってさ、チャン君さ一生懸命セッティングしてるレーサーだとしてさ、その映像を見てさ、バーンってなってこう吹っ飛んでいってシュッって入ったら、うーいってならないでしょこれどうやって真似するんってなるやん。だからそれを今回はできる限りね、多分1日で攻略できるものじゃない。だったらもうみんな攻略してるから、できる限りこう現実味のあるこのカルーセルをこう曲がってこっち側の出口にシュッて入る何かを見つけよう。完全攻略は多分この動画では無理だと思います皆さん。だけど何かをちょっと見つけたいね。で 1P ドラゴンはなぜか、こっちのローラーをプラーリングにすると低く飛んだんでよしとしましょう。こちらからおい、なんか捨ててるみたいな見せるじゃない置いてるだけだから、ね、変えたんですね。そう、変えました。こっちももしかしたら変えたらいい感じになるような気もするけど、これねこっちに思いっきりスタストついてるんですよ、こっちのローラー思いっきりスタストついてて、これレーンチェンジ攻略する状態のスラストが入ってるんですね、はい、でこれってコーナーで言うと遅くなるんですよ、コーナーの速度が遅くなるんで、これおそらくこのスラストを戻すとあのジャンプ手前のあの一番きついって言われてるジャンプあるじゃん、はい、あれ多分コースアウトしちゃうと思うんですよ。速度が上がってバンクの速度も上がるし、その手前のコーナーも速度が上がっちゃうから進入速度が単純に上がってコースアウトしちゃうと思うんですけど、どういう変化があるのかカルーセルでちょっとそこ見たいんで、スラストを戻してとりあえずゼロスラで走ってみようか。ゼロスラ、ゼロスラは多分遅すぎるからもう 0.1 とかもうほんとちょっと入ってるぐらい。はい、じゃあね、ローラーのスラストをほぼゼロにしてみました。これでブレーキはもう変わってない、全く変わってないんで、これでどういう風に変わっていくのか見ていきましょう。多分ね、上りのところちょっとさっきジャストだったじゃん、結構危ないと思うんだよね。いってみます。なんか危なかった今、ほらほら、ちょっともう一回行こうか、はい、このままこのまま行くよ。ほら、なんでじゃあちょっとリアのブレーキをもう一回ちょっとだけ足して行ってみましょう、はい、OK。 そしたら最初のドラゴンは多分飛距離の問題じゃなく飛び姿勢の問題だった可能性が高いじゃないですか、はい、ローラーを変えたらまあいけるようになったんで、だから今度は単純なおそらく飛距離の問題になってくるから、うん、いよいよ多分ブレーキで攻略可能な部分ではあると思うのよ。なんでさっきリアに2ミリを貼るとちょうどブレーキを、20度バンクでするぐらいのセッティングだったはずなんですよ。なんでリアブレーキをピンクの2ミリに変えてほんの少しだけ触る程度に、ピンクのブレーキをするように、うん、やってみようかな。はい、リアにピンク貼り終わりました。でこれがさっきのセッティングだとほら本当にまだこう全然動くんだけどちょっとだけ角が擦ってるよ、当たってますね、っていう状態になってるんで、これでいってみましょう。これで飛距
距離を落とすことができたら、あとは全体で速度が上がってるからね。はい、じゃあリアブレーキを足してスラストを抜いた状態ですね。いきます。オッケー、ブレーキはオッケー。あー、ギリダメ、まあ、入ってはいるけどダメだな。ちょっとギリダメだね。でも多分このまま走ってたら見れると思う。うん、ちょうどよくなった。さあ来ました。あ、くそ、ちょっとこのまま電池が抜けた状態でいきます。あ、これ入りそう。な、いい感じだよね。さあ来た。いやー、やり直した。はい、しんどくなってまいりましたねですが、ブレーキについてはもう正直理由は分かってます。なんだかと言いますと、ここからさらにブレーキを足すって普通考えるじゃないですか。だけどこれ走らせてブレーキって消耗していってるんですよ、はい、でこれ裏見てもらったら分かる通り、ここら辺もう青くなってるの分かります？青くなってます。っていうことは薄くなってもう後ろが見えちゃってるんですよ、うん、っていうことは削れてきてブレーキが薄くなってるんですね。なのでこのブレーキを新品に張り替えるとおそらく多分入るんじゃないかなと。なるほど、変えてみましょう、はい、よし。でここでブレーキ新しくなったんで、はい、これで走らせましょう、はい、よし、そろそろカルセルの攻略に行きたいですよ、はい、行きます、はい、あ、いいよいいよ、ほらブレーキ、はい、2周目、よいしょ、止まってはいるよね。あれ、なんか怪しかったね今。あれ怖いな、なんか今怪しかったぞ。頼むよ。よし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 、なんか怪しい、内側になればなるほど怪しい。うわあ、もうワンチャンス。うわあ、ちょっとでもこれはこれこそ電圧で入るわ。はい、じゃあ行きます、はい、よいしょ、よし、いやなんか真ん中ら辺からちょっと飛距離伸びてくるな。戻ります。あー、ベイブレード、ベイブレード、あー、ベイブレード、あーあーあー、やっとカルーセルに行ったもののベイブレードということで、ちょっと今カルーセルのとこ意識できてなかったから、もう一回カルーセル見てみようか、はい、もうそしたらじゃあこの辺から行こっか、カルーセルだけ見るから。よし、俺も見てよ。あ、これね大変ですよ。これちょっとこっち側のカメラでいくけど、こういってこういって
こう後ろ押してみよう、こういってこの角度のまま行けばいいものをここからへんってさらにこうなってんの、こうなっちゃってんのね、こっち側をこう行けばいいのにこのまま振っちゃうから、このなんか慣性のままこうキューって言ってんだよね。やめますかミニ四駆。はい、ですね、今この暑い中やることではないと思い逃げて逃げてはいたんですけれども、こちらタイヤをね削りたいと思います、はい。まあ、理由が映像を見たら必要以上にこっちに弾かれてるんですよ、ピーンって。まあ多分だけど理由は2つあるわけじゃん。フロントのグリップが横陣に対しても足りてないから横にスライドしてる、もしくは浮いちゃってるからポンって持っていかれてるか。だからまずはスライドしないように作るためにはこっち側のタイヤをグリップタイヤに変えてみて、これで踏ん張ってくれるかどうかちょっとチェックして、それでも変わりなくピョンって持ってかれてるんだったら浮いてる可能性の方が高いじゃん、はい。だからこれで一回ちょっとチェックしたい、自分の車体が浮いてるのかどうか。まだ映像がはっきり見れてないからね、家帰ってパソコン見りゃ分かるかもしれないけど、うん、今見れてないんで、今でできることはちょっとここグリップを足して横スライドをしないようにする、ちょっとやってみたいと思います、はい。めちゃくちゃ久しぶりにタイヤ削ってる俺。むしろチャン君は俺がこうやってタイヤ削ってるの見たことないんじゃない？見たことないです。初めて。顔に多分タイヤがいっぱいつくんだろうな。顔にタイヤがつくんですか？これ見ないと作れないからさ。本当だったらマスクするんですか？アイマスク。うん、しない。俺はしない。みんな多分すぐ顔を洗ったりできる場所にいるんだろうけど、あ、でもここも洗えるね。洗います、洗います。でもなんかさっき茶色い水出てなかった？はい、サビが。あ、おお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 お、火山灰、火山灰みたいな感じで、で、今つけてるタイヤとサイズ合わせなきゃいけないから、はい、そこら辺が難しいよね。ちょこちょこだから見ながら、うん、そうだね。あ、でももうだいぶ近づいてきてる。だいぶ近づいてます。スポンジとかなかったっけ？このここないっけ？うわうわうわ、積もってたんでしょうね、いろいろ。おお、なんか斜めってない水なんか、大丈夫？もう大丈夫。まあまあ、川の水とかに比べればね、はい、多分大丈夫だろうから。そうですね。さすがにちょっと初のじゃあ顔面ウォッシュ。鉄棒みたいな。めちゃくちゃ鉄棒みたいな匂いがします。これ水道管ちょっとどうやったら綺麗になるのか誰か教えてください。これおお、あ、ほら、これスラダンが動くほどにめちゃめちゃグリップ効いてますね。そう、これグリップ効いちゃってる。いいっすね。これちょっとこれちょっと変わるかもしれないでしょ、はい、これグリップ効いちゃってるから期待大です。じゃあタイヤ変えて行ってみたいと思います、はい。
なんか到達はしそうだね。ねえ、最終がどうかだよ。あー、いやー、ダメだ、ダメ。そう、なんかね、違う、ちょっとなんかね、回ったんよ。一瞬回りました。ちょっともう一回いい？もう一回いいっすか。なんかね、違う。あの挙動は全然違う。イメージしてる挙動。うん、違う。いや、さっきとは一回目とは全然違う。なんか。これこっちに映ってこっちに説明しなんかこう、さっきはここら辺から思いっきりこっちに持っていかれてる感じだったんだけど、結局この辺まで来てこっちに曲がってる感じになってんだよね。ちょっと奥になっただけっていう。それよりもうちょっと強くすることできるんですよ、グリップ。いや、もうここまで来たグリップじゃないんじゃない。なんかそんな気もしてきた。左に行ってカンってなった時に、今度このグリップを軸に回ってたやん、さっき。うん、いや、それじゃおかしいか。いや、合ってんのか。いや、一回戻りますか。挙動は確実に変わってた。そしてタイヤもなんかあのぐちゃぐちゃになってる。本当だ。なんで？なんかくるくる回転したからかな。それかまあ貼り付きが良かった可能性もあるよね。まあ、ちょっとそこに関してはちょっとわからないんだけど、挙動は変わってたよね。そうですね。で右から左に弾かれて、スローで見てないから肉眼で見てるからね、ちょっと分かんないけども、一回スマホで撮ってみる。あ、それでチェックしてみますか。うん、なんかそんな気もするね。であとブレーキなんだけど、ちょっと遅い方がうまくいってる感じはあるやんか、うん、カルーセルのここに当たる衝撃が小さければ小さいほどいいやん、うん、だからブレーキももうちょっと強くした方がいいような気がするんですよ。なんでフロントがね、まだ言うとまだスッてはないんだよね、はい、スッてはないから、これをもうちょっとさらに下げてブレーキ結構きつめにして、なんならちょっと一回ブレーキの厚さもちょっと分厚いやつ、厚いブレーキの方が効きはいいんですよ、はい、だからブレーキの厚みも少しだけ上げて、でモーターをハイパーからマッハにしてみようか。マッハ、うん、ちょっとやってみたいと思います、はい。かれこれもう3時間ぐらいね、いろいろやって、車体も見てください、瞑想の限りを尽くしております。新しい新ギミック、そう、新ギミックできちゃって気づいたら。これ何なんですか。これはですね、前側からの衝撃をこう横にいなすためのギミックなんですけれども、そんなにいなしてくれない。なんなら多分なくてもそんなに結果変わらないと思うんだよね。ってなったらこれここで受けなきゃいけないじゃん。じゃあ次こっち当たった時に必ず右に当たって左に当たるんですよ。まっすぐ超えるのはもうなんか遅い時だけな気がする。スピーディーに超えることはまずないように見えて、左当たって右に当たって右からちゃんとまっすぐ向くかどうか結構重要で、こっちにつけたんだけど、こっちなんじゃないかって今思い始めて、うん、こっち側をこうなんか角度が入ってしまった時にこう行ってくれるような、なんかそういうのがあればいいのかなとか思う限りでございます。まあ、右前のローラーも19ミリだったよね、はい、でちなみに19ミリに変えた方が突破率は高かったよね。そうですね。13ミリか19ミリに変えてみたら、俺の車体だとだよ、俺の車体でこのセッティングだと、突破率は高くなりました。で今のところ 50% ぐらい。そうですね、うん、あそこまで到達したら5割ぐらい突破するんだけど、でもそのうち、あ、完璧に超えたなっていうのが全体の多分
10% か 20% ぐらい、なんか綺麗になんかこうスコーンってそのまっすぐ行ったなみたいな、だからジャストなタイミングはあるんですよ絶対に、ジャストな速度タイミングみたいなのがあるんだけど、それでなんかこう合わせたくないじゃん、パンパンって行きたいじゃん、もっとスピード上げたいわけだから、こんなんでね多分優勝できるとかこれで勝ち上がれるとか思ってないんで、ってなったらねどうするべきなんだろうっていうところでございます。まあ、一応これじゃあ走らせますか、はい、今俺がティングしたところまで、そうですね、見さらせ、見さらせ TV 行きます。うわー、これもうコースアウトしてます。うわ、ちょっと待ってね、なんかいろんなとこが悪くなってきた。じゃあ行きます。あっち。うわ、乾燥してほしいな。いけ、はい、おさらし TV 見さらせ、まあこういうことですね。え、ほら、行け、ほら、ほら、ちょっと、え、高場？え？これ最初の5時間前こういうことになってなかったっけ？はい、マジで5時間ぐらい頑張りました。はい、よし、いけいけ